チャンネル登録お願いします。誰がするかこんなクソみたいなオープニングで。いや前回の動画でさ、こんなオープニングを求めてる人っていうコメントにめちゃめちゃいいねがついてたんだよね。誰がいいねした人はみんなもやっぱぶっ壊れちゃうと思うわ。じゃあさ、こんなオープニングを求めてない人ってコメントするから、それといいねどっちが多いか勝負しない。絶対求めてない人の方が多いと思う。ということで誰かコメントしてもらっちゃっていいっすか。はいどうもピアキングです。今日も登録コースを一発マリオやっていきますか。で今日の登録コース Who do you even Mario 26ということで、マリオに兄弟はいますかということでしょうか。何当たり前のこと聞いてんだ制作者。もう帽子かぶってるじゃねえか弟の。まあ兄弟といえば僕4人兄弟で3番目に生まれてきた三男なんですけど、長男はこんな性格に育って、次男はこんな性格に育つってよく言われるよね。多分三男は頭おかしく生まれてくるんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.74%。 いやこの時代にさ4人も兄弟がいるなんてあんまり見ないよね。大体多くて3人までは見たことあるんだけど、4人っていうのはね僕見たことないかもしんない。この10個に絶対取ったらいけないよ。まあまあとりあえず最初オンオフしてこの土管に入ろうか。入れませんね。え、開幕この引っかかり方。あ、左上にドアが出てくんのね。開幕入れない。いやまさかデカコインが正解だと思わなかったね。だいたいデカコインってさ積み要素が多いじゃん、そっち行ったら終わりみたいな。だから今日さデカコイン信用していいんじゃない。なんでこれから先どんどんデカコイン信用していきたいと思います。ダバダじゃないんだよ。みんなごめん、完全に見逃してたわ。はい、どうもこんにちは。いや、今おはようございますの時間帯なんだけどね、僕。10時に収録してるから、どう考えてもこんにちはの時間帯じゃないのよ。そしてここ丸々があったらね、この丸々を避けて先に進む。そしてこのフェイト被っていいのかい。いや、一旦被らないでこの先進もうか。危なくなったらすぐ被るね。なんで、このまんま下行くで合ってる。メットちゃーん！トゥクトゥクチクチクトゥクトゥクチクチクトゥクトゥクチクチクトゥクトゥクチク。バリビリブルー。バリビリベレチク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 ブルベレボロ。何か悪夢を見ていたようだね諸君。だが今の夢のおかげで僕は全て見切ることができた。ここは左向いておく。そしたら先に進めるんだよきっと。カモンじゃねえんだよ。いやまだ大丈夫、自分自身が甲羅になればいいんだ。行くぞマリシャッ。大丈夫か今日。今日は僕喋んない方がいいかもしんない。一旦リフト落としておく。リフトと一緒に降りるんじゃないで、このまんま一気に急降下してみる。これで先に進めるのね。それじゃあ進んでいきましょう。そして次はこのブロック怪しいぞ。なべくじー。で今日のトロールコースは最速が速かったからそんなに長いコースじゃないと思う。なんで早くクリアしていくよ。そしてここは上と下どっちだ。早くしないとあんな波口が来る。一旦上行ってみるか。こっちになってる。オッケー、かい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 。そして分かってんだあの砲台、素直に渡らせてくれるわけないよな。なんであの針の上が正解。オッケー、上手すぎる。学習ロックとかそれはないぜ。これ下行ってたらどうなったか気にならない。絶対はクリボーとかいるよね。あ、いないの。え、どっちでもあったのか。ぬかれ喜びじゃねえか。上で正解した。じゃあここは一旦この場所に寄っておく。そして学習ブロックを出して先に進めと。さあそろそろ中間ポイントあってもいいんじゃない。いやまだだね。え、ここも2分の1。どっち行く。はらー。そういや最近さヒロアカ見てるんだけど、めちゃめちゃおもろいで、あのオールマイティすごいかっこよくない。一回ぐらい言ってみたいよね。もう大丈夫だなぜって私が来たみたいな。いやお前じゃねえんだよ、お前は来なくていいんだよ。こんなことするのやめて。みんなもう大丈夫だなぜってピオキングが来た。うおピオキング、お前が来てくれればきっとこのコースも平和になるはず。なめるな、この平和の象徴ピオキングがこのトロールコースにきっと打ち勝って平和を取り戻してみせるさ。さあここでファイヤーフラワー通ってあの筋肉だるまを通せばいいのかい。次の宿敵はお前だ、必ず倒してみせるぞ。そしてよしよし、うまいうまい、ノーダメでいけたね。そしてチェックポイント左、あ、このブンブンの裏に隠されてたのね。どうもありがとう、中間ポイント取れたよ。そしてこの下に行ってオンオフをしてすぐ左に行く。さあ土管に入っていきましょう。まだまだ始まったばかりさ、気を抜くなピオキング。これからこのコースの秩序をどんどん守っていこう。ピオキング、ピオキング、ピオキング、唇職務せー。
どうも、意味わかんない系 YouTuber です。さあ、ここのメットは一旦蹴る。そしてすぐ右に走る。そしたらパワーブロックが出てきたね。そしてこの右のブロックもすげえ怪しい。ここ実は恋に変わるみたいな。このパウ投げたら、いや、そんなことはないよね。そんな危険なリスクを犯すのはやめておこうか。そしてここはキラーの後ろにアイテムが見える。一生やし、ここはドッスンが来るより早く右に行けっていうことだよね。そしてオンオフをしてみようか。オンオフしたら、あの砲台が移動してくるから、この土管に入ると。そういうことでもないね。土管に入れなかったような気がする。え、土管？土管は？土管に入れませんね。じゃあここで一旦オンオフするでしょ。そしてもう一回オンオフしたらボムヘイ降ってきたよね。はいはい、来た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 。こっから俺の時代だぜ。もう一回オンオフをしなくちゃいけないとか、そんな感じなんかな。あ、いや、でも一旦ここでオンオフできる。ナイス優しさだね。さすがすぎて好きだよ。いや、それは分からんやろ。ドアから出た瞬間即死は絶対に分からん。しかもこれなんか地味に動いてんだ、下に。だから分かるかってんだ、そんなの。すぐ上にジャンプしよう。何も恐れるな。あの四角の枠きっと何もないよ。オッケーオッケー。そしてここ右にダッシュしてっていいのか。絶対にあの砲台なんかしてくる。何もしてくれないよ。あと思った。何かしてくるとは思ってたんだけど、あ、左落ちる場所どこに落ちてもいいってこと。うわ、そういうことだったのか。早くやれ。そしてそんなパラパラ落ちてこなくていいからさ。もう全部分かっちゃったもんね。僕はどこに落ちてもいい、そういうことだろう。そして土管に入っていく。また初見殺し、速攻やめてくれよ。一見何もなさそうに見えるけど、だいたいこういうのが一番怪しい。何が来るよ。怪しいと言っとけばだいたい怪しくなる。さあ、このハテナはなんだ。何もないのか。え、マジで何もないの。え、このまま先にさ、あ、待って待って、キノコ様。オッケー、今日はキノコ様間に合ったね。人をバカにするのも大変にせんか。いや、なんかあったよ。こっちはもしかして正解じゃないね。なに、新作球みたいなやつ。いや、待つ感じか。これ何もできないもんね。だから何かが来てくれると、そういうことだと思うんだよね。あのノコノコが来てくれるの。いや、なんか違うっぽいな。え、あ、分かった分かった。ここでブロックが壊れて当たらないんだよね。クッパを最初に扱うな。キノコ取らないでそのまま進んでっていいってことでしょ。いや、てっきりキノコに騙されたね。また取れるギリギリの距離だからさ、ここでオンオフを変えて土管に入っていく。さあ、そろそろチェックポイントには。まだか。あのツタ捕まっておこうか。一旦捕まるからのこの下。絶対捕まるじゃん。こんなところにツタがあったらさ、そんなところに隠しブロックも設置しちゃって。じゃあこの土管は何、また身体級的な感じのやつ。あ、マリーがいるってことは戻ったら。皆さんお待たせしました。待ってないと思うけど、ここは何もしなかったら中間ポイント2が取れるっていうことでしょう。さあ、ゴール目指していきますか。こっから先もう喋らないでいくよ。嘘です。じゃあここの坂は絶対なんかしてくる。え、この砲台下がってよかったの。一番下まで下がってくれるとか、そんなことはなさそうだね。ここのコイン信用していいのか。今日信用するって言ったもんね。頼むでかコイン。あってるあってる。え、マジでこのままゴールまでノーミスでいこう。いや、ここのあれは当たってよかったでしょ、魚は。なんでこのまま左に、いや、この分抜けていこうか。ジャンプ。いや、こういう見えてる魚はまだいいんだけど、見えない魚ってさ、絶対引っかかるよね。こことかもう見えないじゃん。こっから出てくるんでしょ、ガリガリの上から。絶対わかんないって。さあ、ここはキノコ状態を確保できてたんで、このまま先に進んでいきましょう。さあ、もうゴールあっていいよ。まだまだ早いな、気が。まだまだないよ。もう一度画面ぐらいクリアしなきゃないと思う。そしてこの下行ったら多分閉じ込められるね。なんでこの上。あっ、この崖が絶対音符は合ってると思う。音符に乗ってすぐ左に行けっていうことなんじゃない。あいつはじゃあ右はダメってことは分かったから、このバネの方行っていいのかな。もう上行くしかないよね。そしてこの先、あ、なるほど、鉄球が出てきてくれんのね。そしてこっから右上の方に行けっていう感じか。さあ、ここは何をしてくる。何もないっていうことはないよね。いや、このまま右ダッシュで行く。ここが怪しいんだよね。あ、ほらほらほら、やばい、やった。あ、待って、めちゃめちゃ焦った。よく引っかからなかったよね、最後。
いやこれ短かったけどサクッと遊べていいね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオステルスマット飛行ということで、サムネを見る限りね、大量の針の道とピー風船があると思うんだけど、ピー風船を取って右ダッシュすればいいだけのコースだと思うんですよ。ただ直進するだけだと思うんだけど、ピー風船を取って直進するだけってそんなに難しいのかな。結構クリア率が低いのよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.98%。 ただゴール条件があったからそれがなんかだね。ちょっと待って、マントマリオのママがおる。え、ピー風船じゃないの。いや想定外すぎる、想定外すぎる。え、ちょっとこれは全然予期してなかった。なるほどね、ステルスマント飛行ってそういうことか。このマント状態で針に当たった時ってちょっと無敵時間ができるじゃん。この状態のまんま一回もダメージを当たらずゴールまで目指せっていうことなんじゃない。これ結構難しそうだね。タイミングが命、一旦タイミング見計らった方がいい。何秒の時に当たるかだね。6秒、次は4秒。じゃあ無敵時間は2秒ってことなんかな。ちゅうことはさ、2秒経つごとにジャンプしてったら結構先まで進めるんじゃない。今8で当たったから次6だね。で次が4、ここ。うーわ、そんな簡単にはやっぱ行かせてくれないよな。面白いじゃないか制作者さん、こういうコース結構僕好きだよ。で次6で間違いないと思う。で次は4で間違いない。いや間違いないんだけど、ほんと 0. 何秒の世界だね。時間見るよりタイミング取ってった方がいいかもしれん。当たってからのタイミング考えようか。ポロン、1、2、3、はい。うわーダメか。1、2、3、はい、ジャンプで行ってみようか。それでいけるんじゃない。そんな簡単にはいけないと思うんだけど、さあ行こうか。マリー次でゴールしようか。プロン、1、2、3、はい、ジャンプ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 。めちゃめちゃ惜しくなかった。絶対今のタイミングでいけるよ。ピオキング、わしに任せるんじゃ。お父さん、お父さんからスキットいけるさ。お父さん喋ってたらダメだよ。ダメね、お父さんはやっぱり。こういう時はお母さんに任せなさい。お母さんエアロビ習ってるからね。お母さんお願い。ワンツーワンツーワンツー。お母さんちょっとリズム違うよ。私に任せろピオキング。あなたは誰ですか。通りすがり A だ。ザコは引っ込んでる。ちょっと喋ってたらマジで無理これ。ガチでやってっていいかな。プロン、1、2、3、はい、ジャンプ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 。プロン、1、2、3、はい、やった。わあ、キッズ。息が続かねえ。めっちゃピッチ上げて実況してったから相当疲れたね。もうこの後今日何もできん。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。